はい、スプレッド申しまーす。プライマルがやってくれましたー。ちょっとね、内容ね、私まだそこまで見えてないんだけど、ま、もう速報で出していこうと思って。プライマルがですね、アットトランザックでいいのかな、ちょっと読み方わかんないんだけど、こことフィアットゲートウェイ統合を確立しましたよと。で、フィアットっていうとね、法定通貨のことです。日本円で言ったら円、日本円って言ってるから円だね。米ドル、アメリカだったら米ドルみたいな、そういう法定通貨のことをフィアットって言うんですけど、それがこのトランザックっていうところを使って、なんか日本円と、まあここに書いてあるプライマルをどうにかしてやり取りできるようなね、ものが、作りましたよみたいなね、感じみたいです。ユーザーはクレジット、デビットカード、または Apple、Google Pay でプライマルを購入することができますと。これは素晴らしいことをやってくれたよ。私さ、ちょっとさっきツイートしてたんだけど、 Apple、Google Pay、こっちで支払えるよっていうのがね、めちゃくちゃこれいいなって思っちゃったんですよ。このクレジットカードとかデビットカードってさ、このカードを持ってる本人しか買えないんですね。まあもちろんそうだ、当たり前ですよね。じゃあ Apple Pay とかさ、 Google Pay ってどうなのって言ったら、コンビニに行ってカード買って、そのカードね、あの番号を入れたらそのコイン、あ、お金がもらえて、それで使い支払いできますよということで、プレゼントとかね、しやすいんですよこれ。プライマルを購入するのに、人からね、プレゼントされたお金で購入できるんですね。ここがちょっと、これを直接アプリ内でもできてしまうっていうんで、ちょっとね、多分二度手間にはなるかと思うんだけど、例えばファントークンを買うのに、アプリ内のその Google Pay を登録するようなところで登録します。で、そこからプライマルを購入します。で、プライマルでファントークンを購入しますみたいなね、ちょっと段階を踏まなきゃいけなくはなるかなとは思うんだけど、それでもさ、人からプレゼントされたね、Google Pay、Apple Pay で、プライマルがね、購入できて、まあそのままファントークンをね、購入できるようになるよという子って、これはね、かなりいいことやってくれたなと、私ちょっとこれ見てね、テンション上がりました。ただ、もう一歩ね、ちょっと踏み込んで、このプライマルを買わなくても、ファントークンをね、まあ例えば Google Pay から購入できるようにしてくれるっていうのが、まあ最終的なね、目標にはなってくるのかなという、あの、そういう気はしていますと。これね、ちょっとこれわかんないけど、トランザックっていうなんかあるんだね、こういうのがね。サイトを見てるとね、こんな感じのサイトでしたと。バイ、セルということで、日本円をイーサにすることができるみたいですね。で、これ米ドルにしちゃってさ、United States of America、これね。よいしょ。アメリカの米ドル100ドルに対して USDT が 93.68 ドルになってるよってんで、手数料がね、やっぱ結構かかるよと。で、その支払いに Google Pay とかね、Apple Pay とかが使えますよっていう感じですね。そうだね、ここに手数料載ってますね。まあ6ドルぐらいのね、手数料がかかるよっていうのが書かれてます。さっきは100ドルだったんだけど、今度は1000ドルに変えたら41ドルのね、手数料がかかりますよということで、まあ仮想通貨を知ってる人はね、多分使うことはない機能になるかと思うんだけど、まあ全く知らない人がね、ファントークンを欲しいなって思って最短の道を探したら、こういうね、ものを使っていくのかなという感じになっています。まあ、なかなかね、ちょっと手数料だけ見ちゃうと、なんだこれはってなってしまうんだけど、普通の人がそんなことを知らずに購入する場合、多分私たちだってさ、知らない間に手数料って結構払ってたりするんですよね。それが目に見えるような形になってるんで、なんだこれはってなってくるんだけど、これがね、別に、このファントークンを買うのにこれだけの金額かかりますよっていう提示だけだったら、全然気にせずにね、支払ってくれるかと思うので、ここはもうちょっとね、そういうことをうまく隠してね、普通の人たち、プライマルをね、購入できるような形にしてくれるのはちょっと楽しみなところでありますね。結局さ、今のところステップアップもね、法定通貨でフィットバイをね、購入できるような形に確かしてくれてるかとは思うんだけど、実際使ってるよっていう人も見たことはないっていうのが現状ですね。それは単純にステップアップでさ、仮想通貨知らない人がステップアップを使う理由がないからですね。今回は全く仮想通貨を知らない人たちがこのプライマルに入ってくる可能性があるよということで、こうやってどんどん参入しやすい形にしてくれるっていうのはとてもね、いいことかなと思っています。もうちょっとさ、このトランザック、まあ見てみると、トランザックはアプリ開発者がブロックチェーンアプリ、ウェブサイト、ウェブプラグインで暗号を購入販売するためにユーザーを搭載することを可能にする開発者統合ツールキットですということで、もうそういうキットが売られてるんだね。そういうのを使って、まあ、アプリにこういう機能を組み込んで、法定通貨から、まあ、USDT なり何なりをトークンにしてくれるよーっていうんで、ここにプライマルがもうすでにあんのかな？あ、もうすでにあるわ。プライマルはあるんだけど、これがね、イーサリアムのチェーンになってる。なので、今度さ、
イーサリアムチェーンのね、銀行さんが発売されるので、イーサリアムのネットワークで取引するようなことになるのかな。ガス代やばそうだけど、せめて BSC の方がいいと思うけどね。ここにちなみにフィットファイはねありませんと。で BSC のネットワークはあるね。イーサでやるのかな。何なんだろう、イーサでやるんだったら結構なガス代かかるけど、どうなんだろうね。まあちょっとこの辺はまだまだわかんないところですが、まあこういうねものを作ってってるよっていうんで、これをアプリに搭載して、やっぱり2段階になるかな。法定通貨からプライマルを購入して、プライマルでファントークンを購入するよと。まあ私たちが課金して石をもらって石でガチャ引くよっていうのと、まあ一緒っちゃ一緒なんだけどさ、だからそのワンクッションがねない方が、直で買えた方がねやっぱいいと思うので、この辺ねちょっと頑張って作ってくれって思うところなんだけど、あなたの DApps、プログラム、ゲームや財布アプリに主流のユーザーを搭載し、またあなたの収入を増加させることができます。 KYC 規制とコンプライアンス、フィアット決済方法、暗号のカバレッジは全て私たちが対応します。そういうことか。ここね、 KYC とかさ結構めんどくさいようなところですね。支払ってる人たちのね身分証みたいなのをちゃんと確認しなきゃいけないよみたいなのがあると思うんだけど、それをちゃんとね、これをプライマル側がやるんではなくて、このトランザックの方がやってくれるよっていうんでね、プライマル側は相当ね簡単に搭載できるのかもしれないですね。その代わり今手数料がねだいぶ発生しますよということで、そうなるとさ、プライマルがね、ちょっとここですね、1月の29日のツイッターの内容なんですが、まあ、ちょっとね不思議なことが書いてあったんで、ちょっとね同時に紹介しておきます。メインネットに続きネイティブマーケットプレイスも稼働しますよと。メインネットっていうのが2月の10日に、アプリがね動き出すよってことですね。それに合わせてネイティブマーケットプレイスも稼働しますよと。本日私たちはプライマルエコシステム基本的な機能である私たち自身の NFT マーケットプレイスを発表しますということで、今まで、BSC チェーンに金ゴリさん、がいたので、オープンシーとかでね NFT がやり取りされてたんだけど、それを、ちょっと独自の NFT マーケットプレイスを作って、そこでやり取りしてくださいねみたいな形に、ね、なるみたいです。よりいい、より早い、より安い、より効率的な方法でプライマル NFT を取引することができますというね、もういう、そういうマーケットプレイスをね作るみたいです。でステーキングでもらえるオリですね、その中からゲームで遊べる NFT 以外にもなんかねいろんな NFT が出てくるみたいなんで、まあそういうものをね、アプリ内でやり取りできるようになるのかなといった感じですね。まあちょっとね、ちょっと例として合ってるかどうか分かんないんだけど、単純にステップアップのマーケットプレイスと同じようなものを作ってるんだよっていうね思っていいかなと思っています。でまあそれによってフローブロックチェーンは NBA のアスリートと協力して NFT 市場を構築し、7億ドルを生み出しました。世界最大のアスリートファンベースを持つプライマルはこの市場を狙う準備ができていますということで、まあ、マーケットプレイスを作って、そこでね、囲い込みをして手数料をねたくさんもらいたいなっていうことがまあ書いてますよと、いうことなので、ちょっとねここのこのトランザック使うことによっていらない手数料は外に発生してしまうんですね。確かに便利にはなるんだけど、手数料がね 6% ぐらいの手数料がね外部に漏れてしまうよということで、まあ、ちょっとこれはいかがなものかなと思うんだけどね、せっかく手数料のね話をしっかりしてるんだから、そこもきっちりね収めてってほしいなと思うんだけども、そんなことを開発してゴリゴリやっていくよりも、その手数料払ってでも人を多くね集めた方がいいかなっていう判断なのかなっていうところですね。ということで、まあプロジェクトを始めたばかりでもフィアットのオンランプやオフランプを探している大規模な企業でもトランザックの統合やカスタマイズは簡単なプロセスで行うことができますということで、まあ支払いの仕組みを簡単に取り入れることができますよっていうのが書かれてますね。本当にね、まあどういうふうにこれがねアプリに組み込まれるのかっていうのが気になるところですね。できるだけこういう画面を見せずに、この金額支払ったらこれだけのねトークンが買えますよみたいな、表示だけで してほしいかなっていうところですね。こんなさ、もうあのガス代としてこんだけ取られますよみたいな見ちゃうとね、なかなかちょっとねやりたくなくなっちゃうよねっていうんで、これさ、じゃあイーサチェーンじゃなくてさ、
まあちょっと手数料のね安いソラナチェーンとかでもやっぱ同じ、まあ同じじゃないけど多少安くはなるけど、ガス代がね結構発生、4ドルとか発生しますので、まあやっぱ結構なね手数料持ってかれますので、まあここはねある程度はしょうがないとしても、あんまりそれをね表に出されないような設計にしてくれたら嬉しいなっていうところですね。でまあ何回も言うけど、私はやっぱりこのプライマルね、直接ファントークンを変えるようなね仕組みにしてほしいなっていうのをねすごい期待してしまうっていうところですね。というわけで今日はねプライマルの情報でした。2月の10日あと2週間ぐらいですかねに向けて、ゴリッゴリに動いてる、ところですね。ちなみに今週の金曜日にこの私がね銀ゴリって呼んでるチタンのゴリさんがね発売になります。もう一つこいつも多分ね今週の金曜日じゃないかなと思っています。ステーキングですね、このスナップショットが今週の金曜日に、撮られるかなと思っていますので、こちらもね楽しみにしていきましょう。私前回外れちゃってるからね、ちょっとここは今回は当たってほしいと期待してるところですが、まあちょっとこの辺はねまた金曜日また動画作っていきますのでよろしくお願いします。というわけで今日はこの辺でスピルでした。また次の動画でお会いしましょう。またねー。